どうも、レゴラジです。今回はですね、2023年1月1日に、たくさん新製品が発売されるんですけど、その中でね、レゴラジが気になってるとか、おすすめな商品をね、これだって、これ買おうぜみんなっていうのを紹介していきたいと思います。でですね、まずはね、ここだね、在庫のところで近日発売、これでまだ発売されてない商品がいっぱい出てくるんだよね。で、今見てもらった通りね、ここね、下なの132だって、132 あ、もっと下か、これ行かないか、下まで132種類も出るんだって、新製品。これやばいよね。これ半年どのぐらいの分が1月に一気に発売されちゃうんだろうね。まあ132が全部1月1日かは分かんないんだけど、まあ今年のあと2個残ってるやつとかも入っちゃってるかもしんないけどね。で、まあこれね、ジャズクラブ、まあ散々言ってるけど、これはね、もう超おすすめだよね。モジュラービルディングシリーズのね、ジャズクラブ、これはね、まあ細かく動画でやってるからまあいいでしょう。で、これは確実に売り切れはしないだろうけどさ、今高いから。だけど絶対にね、狙ってる方は発売日に買いに行った方が、もしくはポチった方がいいと思います。で、先行販売すんだっけこれ。そうだよね、1月4日発売なんだけど、VIP 会員ね、公式オンラインストアの VIP 会員の方は1日から買えるのかな。でも発送日がね、5日からなのかな。なのでね、その辺は気をつけてもらいたい。で、レゴフレンズの新しいバージョンかな、これは。あ、まだ古いやつか？ん？まあいいや。ウルトラメカスーツ、アベンジャーズと来てね。この辺もね、それぞれみんないいセットなんだけど、今回はスルーしようか。あ、これね、ディープダークの戦い。これは確実におすすめ。買う。ウォーデン入ってるからね。もうウォーデンだけで、あれ8480円こんなしたっけ。あ、するか。まあでもね、ウォーデン入ってるからね、いいよね。で、アバターもね、好きな人は好きなんだろうね。まあ映画もね、新しく公開されてるからね。まあそこそこ売れんのかな。前回発売された時は全く動いてる感じはなかったんだけどね。でも売れないセットじゃない。で、レゴマリオのクリエイティブボックス、これはね、追加パーツだね。で、ハルクバスターのちっちゃいバージョン、これもいいんじゃないかな。で、マイクラは俺は全部買うから飛ばそう。マイクラもね、いっぱい出るからね。8セットだっけ、7だっけ。いやー買うよ。お、ドッツ、レゴドッツね、結構やれば楽しいんだよ。なかなかね、自分で買おうとあんま思わないんだけど、最近はこれね、やったら楽しい。レゴドッツはね、おすすめ。男の子でもね、全然楽しいと思うよ。オーロラ姫ね。で、これは、ハリーポッターシリーズもいっぱい出るんだよね。で、レゴシティの中でおすすめなのはこれね。ゲームトーナメントのツアートラックってやつね。これはおすすめだな。あと、またマイクラ出てきたね。アバター出てきて、ハリーポッター。これいいよね。ゴーストライダーメカスーツバイク。これめっちゃかっこいいよ。これね、4780円、264ピースか。これかっこいいんだよ。今回はパスかな。1月1日に買う、ね、買うのがどうなんだろうって感じだよね。あとこのハリーポッターのさ、なんだっけ、このまた本シリーズかな。これは本じゃないのか。あ、観音開きバージョンだね。あ、これノーチェックだったな。これちょっと、後で見てみよう。今年は本じゃなくて、本なのかな、これも。このシリーズね、意外と人気なんだよね。で、カーズ。これはデュプロか？あ、まあいいや。カーズもね、人気だからね。いつまで経ってもね。で、マイクラ、あとこのでっかいオフロードアドベンチャーいいよ。でっかいタイヤ。このぐらいのセットにこのでかいタイヤが入ってるのは非常に嬉しいんじゃないでしょうか。ただ、パーツ取りにはちょっと高いか。鳥のうちいいな、これ。3-in-1かな。そうだよね。クリエイターだよね、これね。これもいいね。で、レゴマリオの追加パーツと、このエンドね。このエンドのセットいいよね。これも買う。で、あ、GTR 出るんだよね。
GTR スピードチャンピオンのね、ワイルドスピードの GTR か。これもいいよね。で、金のなる木は買うでしょ。いや、これ何これ、このドラゴン。ドラゴンじゃねえ、この車めっちゃかっこいいじゃん。2780円だって。めっちゃかっこいい。あ、テクニックなんだ。去年のね、この、対になってる感じの2種類発売されたよね。今年はこれなんだね。モンスターマット、ドラゴン。ダルメシアンだって。かっこいいね。続きまして、またマイクラ。あ、これね。これも絶対おすすめだよ。ペンギンのフローズンドリンクか。このシリーズはね、これまでいろんな形のこの、お店のトラックみたいなのね、出てるけど、全部いいセットだったからね。上になんか乗っかってんだよね。オブジェみたいのがね。このシリーズはほんとおすすめ。で、安いしね。2780円。モンキーキットもいろいろ出るんだけど、まあモンキーキットはとりあえずはいいかな。なんかかっこいいミニフィグが出たら買う。うおー、ブリックヘッズ何これ。あー、これ、ロード・オブ・ザ・リングだっけ？だね。な、これ。ミスター赤ちゃんみたいのいるぞ。ミスター赤ちゃんかわいいな、これ。わかんないんだよ。見たことないんだよな。でもこれかっこいいね。全部ね。ブリックヘッズだから買うかもしんない。あ、ミスター赤ちゃんだけ安いんだ。ミスター赤ちゃん知らないかな、みんな。まあ、内先生に出てくるやつね。で、メカスーツ、3種類あるね、ここに。あ、この、なんだっけ？アライグマの子。このアライグマの子人気だよね。これ足短いのかな、ミニフィグ。どうなんだろう。足短いね。これ売れるだろうね。これなんだっけ、名前忘れちゃった。まあ、いいや。で、ポストカードシリーズからオーストラリア。これ日本、まだ出てないよね。これ日本出たら買え。あ、1880円。安いね。タスケンのブリックヘッズはこれは買うと。レゴシティ、いや、何これ。レゴアイデアモンキーセット。何これ、売れなそうだけど、1180円か。価格調整だな、これはな。キャンペーンとかのね。で、車多いね、今回。いいね、いいね。車好きだからな。なかなかね、自分で車とか買わないんだけどさ、あんまり。だけどさ、組み立てて、たまに買って組み立てるとすげえかっこいいからね。楽しいんだよね。で、スタントバイクのベアとサイバーが新しく出る。ね。これはもういいや。で、これは4プラスかな、真ん中のスパイダーマンは。これいいね。ミニフィグ。あ、やっぱ4プラスだね。ミニフィグ目当てかな。足は短いのかな、これわかんないな。いいじゃん、いいじゃん。これいいね。あ、なにこれ。ピニャータ。なに、スジャータみたいな。これピニャータ。これなにこれ、めっちゃ気になんじゃん。これなんなの。あー、レジ横商品だね。これいいな。206ピース。これ買ってもいいかな？買ってみようかな。ね。あと、電気スポーツカーと、キャラクターパック。で、ミニフィグの24は、フェブラリーだね。来月じゃないね。そして、まだあるの？まだあるね。130だから、まだあるよ。あ、最後、キーホルダーの新商品か。エゴドッツと。あー、なるほどね。こんな感じとなってる。130すごいなやりすぎだよね。そんな買えないぜ、一気に。なんだろう、もう2月3月から6月ぐらいまで新商品出さないつもりかな。っていうかさ、そもそもさ、これさ、オンラインはいいけどさ、店舗に置けんのか、こんなにいっぱい新商品。今出てる商品どうすんの、全部安く売ってくんねえかな。だからお店によっては全部置かないだろうね。一部取り扱わない店とかもね、出てくるのかな。でも大きい店ってそんなないよな。みんな横置きだろうね。横向き。このさ、この商品のパッケージの横、正面見せないでさ、この横の部分、この横ね、ここだけ見せて売るんじゃないの。じゃないと置ききれないんじゃないの、これわかんないけど。すごいよね、130はね。いやー、まあ、レゴラジェ、とりあえずマイクラのシリーズ全部と、1月4日にこれは買うんだけど、それ以外はちょっとね、ブリックヘッズか、あと。あ、待って、スターウォーズも出る。いやー、ダメだ。ちょっともう一回作戦を練り直します。皆さんもね、ぜひね、1月
1日の新製品これ買う予定とかいうのあったらね、コメントで教えていただきたいんだよね。それちょっと参考にさせてもらうわ、本当に。ということで、今回は1月1日発売の新製品、おすすめはこれだよっていうのと、あとはおすすめ教えてくださいという動画でした。最後にチャンネル登録、動画への高評価、よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。おつらじー。